İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. We stand with Israel. People who are calling for a ceasefire now do not understand Hamas. この地域で争いが始まってから7週間、ようやく4日間の停戦合意がなされた。イスラエルに寄り添う者、パレスチナを支援する者、民間人の犠牲に耐えられない者、勝った方が正義だと主張する者、誰もが違った意見を抱える。それは世界の政治家、要人、経営者も同じだ。だが彼らは個人の感想では動けない。制裁、安全保障、利益、それにそぐわない行動した際のリスクが大きすぎるからだ。ウェブサミットの CEO、パリー・コスグレーブは、イスラエルが同盟国であろうとも、戦争犯罪は戦争犯罪であると、西洋諸国の対応を批判。その後、GAFA をはじめ多くの組織が彼のカンファレンスをボイコットしたことで、彼は辞任に追い込まれた。イギリスでは研究イノベーション機構 UKRI の職員がイスラエルを厳しく批判することで活動停止を食らったり、国連の事務総長ですら彼のイスラエル批判に対して辞任をするようプレッシャーがかけられる。こういったとてもセンシティブな世界状況で、世界の国々はどんなニュアンスでどんな意思表示をしてきたのか。片方と断交した国、連帯を示す国、非難する国、対処を撤退させる国、世界の国々に視点を当てると見えてくる景色があるかもしれない。短めの動画で簡潔に各国を見ていく。まずは北アメリカ。アメリカはイスラエルへの強い支持を示した。Israel has the right, indeed the obligation, to defend itself. また衝突拡大を防ぐために軍を派遣している。ただガザへの援助提供のため紛争の一時停止を求めた決議案をアメリカは拒否権を行使して否決にさせた。People who are calling for a ceasefire now do not understand Hamas.だがアメリカ国内ではイスラエルを支持し続けるバイデン政権の支持が下がっているという報道もなされている。カナダのトルドー首相はこう発言している。We stand with Israel and reaffirm our support for Israel's right to defend itself in accordance with international law. ただガザでの市民の殺害をやめるよう即時停戦を呼びかける政治家も少なからずいる。国民の反応を見ても真っ二つに割れているのがわかる。またカナダはハマスによる被害を被ったイスラエルサイドだけでなく、ガザ地区の住民に対しても資金提供をしている。メキシコの反応は早かった。ハマスが攻撃を仕掛けた翌日、10月8日に外務省はハマスの攻撃を国際法違反とし、強い姿勢で非難すると同時にイスラエルの自衛権を主張した。しかしその翌日、ロペス・オブラドール大統領はこう発言し、スタンスを一変させた。メキシコはこのイスラエル・パレスチナ問題に対して長く中立の立場を取り、二国家解決を支持してきた国の一つだ。これはパレスチナを国として正式に認め、国際的に認められた国境に基づき両国が共存するという解決案の一つ。同じく中南米のキューバはハマスを非難することより、パレスチナ人の権利を75年間も奪ってきたとしてイスラエルを非難した。またそれと同時に国連安保理、そしてアメリカも共謀だとして非難した。南米の二大巨頭はどうだろうか。ブラジルはハマスの行動を批判しながらも、両サイドの民間人への攻撃を糾弾し、停戦を求めている。ブラジルはメキシコと同じように、二国家解決を模索する。一方、アルゼンチンは、11月2日にイスラエルが行ったガザの難民キャンプへの攻撃を経て、初めてイスラエル側を非難したものの、ブラジルよりも明確な姿勢で、ハマスの攻撃を厳しく非難し、イスラエルと共にという強いメッセージを発した。だが、この11月2日のイスラエル批判への、他の政治家や多くの組織からのバッシングが相次いだ。アルゼンチンには世界有数の巨大なユダヤ人コミュニティが存在する。ボリビアはパレスチナ人との連帯を示し、イスラエルとの国交断絶を発表した。コロンビアはイスラエルのガザ地区での行為をジェノサイドと糾弾すると同時にこう述べた。またイスラエル国防軍をナチスドイツと比較するなどして、両国の国交は不安定化している。次はヨーロッパ。現在ロシアと戦争中のウクライナはハマスを強く非難し、イスラエルと共にという強いメッセージを発した。次第に一般市民の犠牲者が増えるにつれて、か弱い市民は攻撃の対象になるべきではないという発言をしたものの、直接イスラエルを批判することは避けた。このようにイスラエルに関してアメリカと同じ立ち位置を取る姿勢を見せたウクライナだが、それと同時にロシアから己の身を守るために他のアラブ諸国、特にサウジアラビア等の機嫌も伺う必要があり、微妙で難しい駆け引きが求められている。両サイドに一般市民への攻撃をやめるよう停戦を促したロシア。だが解決策として東エルサレムを首都としたパレスチナ国家の正式な建国を提案した。また平和維持活動が失敗しているとアメリカ批判は欠かさず行っている。とは言いつつも、イスラエルとロシアの関係は複雑だが最悪というわけではない。目的は違えど、シリアでのオペレーションでは共闘したり、
ウクライナ戦争ではイスラエルはウクライナへの支持を表明しながらも武器の供給は断っている。フランスは自衛権があるとしてイスラエルへの支持を表明すると同時にハマスに人質の解放を要求した。10月24日にはイスラエルの首相と面会、イスラエルと共にという立場を改めて明確にした。またガザ地区の市民への援助を確約し、市民への攻撃を非難した。ドイツやチェコ、オーストリアも同じようにイスラエルの敵から身を守る権利を尊重すると同時にガザに住む市民への援助に言及した。ドイツはハマスの攻撃の3日後にパレスチナへの開発のための資金援助を停止した。アイルランドは他の欧州諸国に比べてよりイスラエル批判が強かった。首相は電気や水を遮断するイスラエルの行為を国際人道法違反だと主張すると同時に、イスラエルの自衛も国際法の範囲内でなければならないと批判した。アイルランドの政界内ではイスラエル大使を追放しようとする意見が散見された。ノルウェーもアイルランドと似たようにハマスを糾弾すると同時にこう述べている。トルコは現状がエスカレートしないよう両サイドに責任がある行動を求めた。だがエルドアン大統領は完全にパレスチナ寄りだ。イスラエル、biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Gazze'de savunma değil, açık ve alçak bir katliam yürütülmektedir. そしてアフリカ。55の国と地域が加盟するアフリカ連合の議長はパレスチナ人の基本的人権が尊重されていないことが事の発端であると強調した。南アフリカの議会は先日21日に停戦合意がなされるまでイスラエル大使館の閉鎖や外交を一時的に停止する決議に賛成した。結局最後にその決断を下すのは大統領である。エジプトはイスラエルと経済的軍事的に強いつながりを持っていると同時にイスラエルパレスチナ問題の仲介役と言われてきた。今回もイスラエルを怒らせないように細心の注意を払いながらもガザでの人道危機に懸念を示した。イスラエルがコントロールしていないガザへの唯一の通路を保有している国として各国からの支援物資のガザへの入り口として機能する。こういった活動をイスラエルは批判している。その他コンゴ民主共和国やガーナのような国はイスラエルが存在する権利そして自衛権をサポートした。一方アルジェリアのような国はガザへの攻撃を国際法違反だとしイスラエルを強く糾弾する。中国のハマス・イスラエル紛争に対する反応は長らくパターン化している。両サイドに事の沈静化を促し、ブラジルと同じように二国家解決を主張する。今回はイスラエルのガザへの攻撃は受けた攻撃とは不釣り合いだと主張した。またハマスをテロ組織認定はしていない。インドは長らくパレスチナ支持の姿勢を見せてきたが、今回は早い段階でハマスを糾弾したと同時に10月27日に国連総会で採択された民間人保護と法的義務遵守を促進する決議に対してインドは投票せず棄権した。それにはインド国内の野党からも批判が噴出した。これがインドとアメリカのさらなる接近を意味すると指摘する専門家も多い。中東の巨頭サウジアラビアは民間人を守るために今すぐに停戦するよう求めたと同時にイスラエルの占領、パレスチナ人の権利を奪う行為がこういった悲惨な事態を招くのだと警告した。サウジアラビアは二国家解決が市民を守るために必要だと考える。イランは完全にパレスチナ側だ。このシオニズム国家への攻撃を計画した人間たち全てにキスを送るとハマスの攻撃を称賛した。ヒズボラとの関係もありハマスの攻撃にイランは関与していたのではないかと強く疑われているが、イランは強く否定しており、ハマスも自らが首謀者だと主張している。またイランの最高指導者ハメネイ氏はこうツイートしている。イラクも同様にイスラエルのガザでの攻撃を批判した。それぞれの国の対応を見て、どのような思い、どのようなつながり、癒着、どんな利益がそれぞれの国の対応を決定しているのか、それを探ってみると、いろいろなものが見えてくる。